こんにちは。こんにちは。今回はなんと、はい、はい、ガレージもう一個建てます。よいしょ。なんかガレージあるけど、もっと遊び場、うん、にしたいと。うんうん、で、俺もこっちを完全にゴルフにしたいなっていうのもあったし、はい、まあ、もう一個建てたらバイクも置けるしみたいなことがあったので、はい、まあ、本当はバイクを買うためにガレージを建てるのに、建つ前にバイクがいっぱいに、みんな我慢しきらんで、バイクがぎゅうぎゅう詰めになってきたけ、まあ、完成があと2ヶ月、2ヶ月で完成したらバイクを並べて、なんなら宗男くんが昔やってたダーツ置いたり、ビリヤード置いたりとか、まあ、まずどうなるかわかんないけど、なんか趣味部屋、ね、まあ、もともとここも趣味部屋にしようって言ってたけど、はい、工具まみれになっちゃって、ね、工具、筋トレ、ゴルフ、バイク雨の日の作業とかでね、そうっていうのもいろいろあって、まあもう一個建てるってことで、はい、今日から着工してます。見に行きましょう、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13だよね嘘やんってことで、はい、今作業してもらってます、はい、今、基礎工事、わお、ここ元畑があったところですもんね。すげえな。はい、すいません。何をしてるんですか。割りグリーシー。割りグリーシー、はい。基礎的なやつですか。授業ですね。はい。わ、ちゃんとこれで。ですね。水と。はい。これらも使えるもんね、これ。そうですね。持ってらっしゃるんですか。レーザー買いました。あ、そうですか。そうなんです。あの、水溜めて鯉かなんかはこう泳がすですか。泳がす、確かに良さそう。お堀みたいな。お堀ガレージをキュッとちっちゃくしてもらってじゃあまずは基礎からなんですねそうですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。これが2ヶ月で経つんだ、ね、俺らが個人的にやったら3年ぐらいかかる3年どころか完成しないと柱が立つんじゃないそこ。こういう柱多いですね。あっちも空いてる、うん、まあ、そんな感じで、はい、図面もある、だいぶ進んでる。これですか。これそれですね、あの浜ドリルってから、コンクリートの穴開けるやつ。へえ。ますか。そうでしょ。それあの iPhone の仕事を携帯してこうやって鉄筋でやっぱコンクリートは圧縮強度が強いですね。そうなんですか。鉄筋は引っ張り強度が強いから、なるほど、お互い引っ張りと圧縮に素晴らしいですね。そうでしょチョークがいっぱい入ってる。建材屋で働いてたことあってこれ売ってました。あ、これだ、コンクリートネイル。うわ、シャッターですね。おしゃれです。この間流し込んでつけてるんでしょ、うん、下の鳥の側、うん、あれがついてた鉄板みたいな枠がついてました、うん、でしょでしょすごい。これをまた上まで次やるわけですね。うん、あ、このでかい枠に今枠つけてるってことですね。すごい、すごい、なんか乗ったことないですなんかやってみたいねちょっとねできてきてる。
ガレージどんどんできてる。うん。仕上げながら今脱枠をしてきてる。今ちょうど梅雨時期で、梅雨の闇間を見ながらカーッとしてるっぽいんで。ここに水が出てきてるんですね。はい。ね。中ポンプ。今日は何をやるんですか。今日はですね、脱枠をしてから、はい、外周部を立ち上げていきます。はい。あー、綺麗に。分かってるからもう、ね。そこのところが扉がつくところ。ああ、ここですか、ね。あ、本当だ。なるほど。なるほど、なるほど。楽しみだな。本当だね。すごい分厚い壁だね。こんだけ分厚ければ。こんだけ分厚かったらどうなんだろう。あの厚さとかね。うんうん。中に熱のこもり具合とかも変わってくると思う。いやすごいな、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。広いっすね、15m。 広いっすね。あ、まだふかふかなんだここ。本当だ、ブヨブヨしてる。そうなんですよね。だけど、雨が降った方が、ああ、ギュッて、はい、うん、すごい、見て、うわ、これ体操場の体操場のマットっぽい。しかし広いな、15m。なんこれ。こっちこっちを全部ゴルフにしよう。パッともできる。なんかすごい。なんかすごいですよね。確かになんかうんってなるね。おお、すごいすごい。ドスコイドスコイ。モーターベッドみたい。バイクこう縦に並べても入る。違うよ。グラス風みたいにこうよ。そうね、グラス風みたいに斜めに。アイアンマンやろ。なんかね、声は聞こえたけど。ここ行きたいね。で、ここぐらいまでがじゃあ全部バイクにして。バイク。まだあとこんだけ。端っこ端っこ船で。船。船はもうそこに浮かべる。ちょっと湖あるし。あ、だってなんか部屋作っても全然ね。船とかバイクでここまでやろ、うん、で作業場をこの辺に取る。贅沢な広さだ。作業場をここまでにするやろ。作業場、こっち防音室。防音室、地下室は地下室です。こうだからね。ここがドアですか。そう、扉、うん、シャッターが2つ。いや、残り全部シャッターですよね、うんうん、そうです。ここ扉、安いな。ここが止めやすいんだ。もう浮かべとけばいい。上かね。上か。バイク出しやすいところがいいな。まあ確かにそうか。我慢は映るんですよね。映るんですよ。でもグラセフみたいにしてたら普通に出しやすいんじゃない、うん、作業するバイクだけこっちにずらして、うん、ここら辺ですれば。そうなるならちょっとここの船がちょっと邪魔かな。じゃあ端っこに。外で決定や。いや、あの小屋やろ。こう丸いのを作ってこう回るように、ね。あ、でもそれ作るのありやね。あ、 ありじゃない。結構意外ですよ。いや、楽しみやね。うん、あと1ヶ月。はい、今こんな感じですね。はい、ここまで。大変やったね。前やりでするあれじゃないですか。DIY のレベル超えちゃったかな、俺ら。全部やってもらう。野球できるんだけど。これすごいな。以上。はい。途中経過でした。うわ、怖い、ここ。お疲れ。お疲れです。また明日。また明日。次頃。そんなちょっと愛犬。お疲れです。お前俺。ダメ、増やしかけちゃう。ハイテクすぎてエンジンのかけ方のわからない。このトラック超かっこいいよね。かっこいい。すいませんね、なんか超かっこいい。いや、大変失礼しました。ハイテクすぎてなんか配線がえらい出とってね、なんかこうつなぐ。着物があれここだって。あれ、あ、そうか、ここに隙間があるのか。
この隙間もなんか遊べそうだな。裏もなんかもパターレース場でパターコース作りましょうよ、ここ。あ、いいね。一ホール目で、二ホール目で。いやいや、こう跳ね返らせた。ミニ四駆か。あー、いいね。ここ編集、編集じゃないわ。編集ということで、はい、楽しみにしましょう。あと1ヶ月ぐらいです。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。